はい、キャプテン・アスのバイブルトークです。えー、今日は二月九日、えー、水曜日、えー、夜はバイスターがある日ですけども、えー、新命紀二十章です。新命紀二十章。はい、お読みします。あなたが敵と戦おうと出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたはエジプトの地から連れ上ったあなたの神主があなたと共におられるのだからと。ちょとね。えー 戦いいについてですねあなた方が戦いに臨むきには祭司が進み出て民に語りかけ彼らに言いなさい。聞けイスラエルよあなた方は今日敵との戦いに臨もうとしている弱気になってはならない恐れてはならないうろたえてはならない彼らのことでおののいてはならないあなた方の神に主があなた方と共に行ってあなた方のために敵と戦いあなた方に勝利を得させてくださるからであると。えー、4節まで 恐れてはならないおののいてはならないってねあのよくこれからも今までもそうですし有名なところは「えー、強く惜しくあれ」っていうのがまた別の時でやりますけどもここでは3節これね弱気になってはならない恐れてはならないうろたえてはならないおののいてはならないこれね全部違う言葉でまあここには日本語で書いてないんだけども心レブ心が弱くなったり 恐れたたたたたり、り、り、ううろろええ慌慌てね慌てね、る。でおののいたりしてはならないっていうことでこれ今日ちょっとねあの、このラハフヤレハファズアラッつって4つの言葉全部違うヘブル語で恐れについて書かれてるんですけども今日詳しくはやりません。で一番多いのは2番目のね恐れてられないこれヤレれ これ神様を恐れるのもこの敵を恐れるのも同じ言葉を使ってますけどもあの神様は恐れろとでも敵は恐れるなっていうのもね、えー、ですこの言葉はよく使われてるんですけども他の言葉、えー、他の3つの言葉はあのー、聖書の中でどれもね10回ぐらいしか前後しか出てこないんですけどもわざわざここでは恐れということに関していろんな種類の恐れを使ってます。それもこっちだよね4節 あなた方の神主があなた方ともに行ってね恐れるの理由は共に行くこれハーラフまああの歩いて行くっていうようなね意味合いなんですけど一緒に歩いて隣を歩いてます神様が共に行ってあなた方のために敵と戦いこれレヘムレヘムえレヘムねて戦います。これねねなんでねヘブル語 で今日これ,これを調べてあのいろいろちょっと、ね、調べたんですけども面白いからなんでヘブル語でやるかのもう一つの理由に調べてるとえこれってこれの言葉じゃないっていうのが出てくるこれ「戦いレヘム」で同じねこの、あのー、辞書の同じページに「パン」って言葉で「パン」「パン」つまり「パン」「ベツレヘムのレヘム」ね「パン」の町ですから「パン」の「ん?「ベツレヘムのレヘム」ね。 レヘーム、パンっていうのは戦いの意味がある面白いでしょヘブロ号でそうするとねどん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 こう思い出すんですけどもそういえばそうだヨシアとカレブが偵察に行った後にこう報告するわけですよこんなこと言うんですねあいつら俺たちの餌食にし,てしまいましょう餌食ですからつまりあそこでは「レヘーム」で「パン」って言ってるんだけどもヨシアとカレブだけはあれでっかいパンだから俺たちで食っちまおうぜっていうふうに言ってる。 レヘム戦うこの「戦う」っていう意味にはもうなんかこう従林するようなねもうすごいもう食い尽くすっていうような意味がある言葉が「レヘム」です。神様があなた方のためにその敵を食い尽くしますパンみたいにそういう意味合いがここにあるそしてあなた方に勝利を得させてくださいこの「勝利を得させる」は「ヤシャッシャー」「ヤッシャー」「救う」という意味があります。 勝利を得させるという意味と同時に救,う救い出す救い主救い主もねこの,あのこの同じページに救い主載ってますからね「イヤッシャー」って言葉は、えー、3つのヘブル語でできてるんですけどもそれを見るとまたね面白い、あのー、1つ目が「ヨッド」こうね「ヨッド」こう「点」みたいなで次が「シーン」こう3本の「W」みたいな感じねで3つ目が「アイン」 Y みたいなやつで、それぞれに意味があって、それをこうね、見ていくと、ヨッドは神の力とか見てとかね、見技とか。神の見て、見技を、シーンっていうのは、交わりとかね、食べる。体験するでもいいかもしれない。神の力を体験し、そしてアインは見る、目ですね。神のた力を体験して見る。救いというのは、勝利というのは、神の力を体験して見ることであると。と 神様がもうねすごいもうあの食い尽くすところをえ私たちが見ると一緒に行って見るえそういう意味合いがこの4節にはえあります。で5節以降まだあの細かいことこれ人間の部分ねこれ神様と私たちの関係と次は人間と私たちの私たちの隣人の関係が5から書いてある戦いの時ね司たちは民に語りかけていなさい。 どう,いう人がどういうことかといいますと新しい家を建てたやつは帰れと、ね、新しい家を建てて新築の家を持っている人たちは戦いに出てはいけません帰りなさいで6番、えー、6節ブドウ畑作ってまだその発法を味わっていないなら帰りなさい先出、ね、してね他の人が発物を味わっていけないから、ね、畑作ってこの収穫間近な人は帰りなさいとで7番婚約してまだ結婚してないものは帰りなさいと 戦ってねかの人と結婚するといけないからそのつも。で「八節何を言いたいかというとこれね親切で言ってるというよりも自分は私はね私の解釈で親切って言ってるよりもそいいいいつらは連れてかない方がいいと、ねあのー、私パオロ派ですからマルコは連れてくなというパ,パオロ派ですから「八節は「司たちはさらに民に語りかけて言わなければならない。 恐れて弱気になっている者はいないかその人は自分の家に帰るがよい兄弟たちの心がその人の心のようになえるといけないからということを言うわけですね。えーまあ、この後もいろいろ書いてあるんですけども今日そんな長くならないようにここにしますとよくねいやそんなね弱気の私たち弱いんだからそういう弱い人たちも連れて行きましょうよ一緒に行きましょうよ一緒にみんなでやりましょうよっていう人いるんですけどもブロック,ロジェクトここは違いますだからパ私はパオロ派ですから。 戦いにおいて弱気なやつねあのあとはこのねあ出てってもあ,あ家新しく家建てたんだけどそっちのことが気になってしまう畑がねそろそろ収穫で気になってしまうあ結婚したのにあのねあの彼女どうしてるかとか気になってしまういいんですそれは別に悪くはありませんだけどここでは戦いにちゃんと望む時にね弱気になっていたり後ろ髪引かれるようなね イエス様もちろん弱い人も結婚した人もブドウ畑持ってる人も大事にしますよ愛してますよだけど戦いにおいてそういったものは全部後ろに置いて戦いに臨むそのことが大事だということだと思うんですね、えー、だって書いてあるもんだって神様は言ってるんだもん弱気になってるものは連れてっちゃいけないんですよ。 あのいやでも私たちは弱いからそういう問題じゃないんですそういう問題じゃないんです。ううって読むとね本当にそこでの言いたいことそこで言うべきことが見えてきていやでもここではこう言ってますよって、あのー、そ,れそ,れでそれはそれですので、えー、今日のところはその、ね、だって弱気になってはならないっつって言うんだから一方ではね弱いことを誇るって言うんだけどもここで弱気になってはならない。 弱気は敵です、えー、敵と戦う前に私たち自分でね負けてしまう時がなぜかというと弱気になるから、ね、恐れるからうろたえるからおののくから結局戦いにも出ないとでさらに戦いに出てもそういう思いがあると、えー、他の人は足を引っ張ってしまう一番大事な4節のは四のあなたの神主があなたともにおられる、ね、一緒に歩いてるであなた方のために神が戦うしかも圧倒的な戦いです。 そしてあなた方に私たちに勝利を与え救ってくださる神の力を間近で目の前で見ることがある、えー、そのためにはまず私たちは自分で恐れというものをどうにかしなければいけないんじゃないでしょうかないでしょうがじゃなくてあの恐れを締め出さなきゃいけないねっ、えー、本当の愛 は恐れを締め出します。まことない恐れを締め出します。神様への愛は恐れを締め出しますということで、えー、締め出していきと、いこうと思います。はい。それではまた。ごきげんよう。